ウォルターの桶の穴始まりました。はい、ではですね、ウォルターの勝手にキャスト紹介ということで第1回目デイジーにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、どうもデイジーです。デイジー役田島由香さんです。ですね、はい、このコーナーというかこの企画は、うん、キャストの皆さんを TLBT にね、うん、出演しているキャストの皆さんをお呼びしまして、はい、普段の放送とかではね、なかなか聞けないところ、うん、根掘り葉掘り聞けないじゃないですか、うん、まあセブンセデンとかにね、うん、出ても3人とかだから、うん、だからこの1人に焦点を当てて、うん、いろいろ聞いていこうという企画でございます。聞いてください。何でも、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはですね、はい、ウォルターの勝手にキャスト紹介という題目、うん、名目なので、うん、まあ、僕から見たデイジー、うん、まあ、どういう人なんだよっていうのを、まず発表したいと思います。あ、紹介してくれるんですね。紹介でございます。デイジーはですね、鬼と呼ばれてますけれども、うん、僕から見るとめちゃくちゃ優しい人です。お、基本的にまさかのいい感じだった。もちろんそうですよ。すごいけなされるのかな。全然もうめちゃくちゃ優しいですよ、うん、僕もそうですけど、まあ、結構まだ50ステージを満たない時、うん、結構地方よく行ってたじゃないですか。一緒に行ってたね。で、一緒に人狼になることとかも結構あって、うん、デプスの初演の公演とか、あ、ね、それでもこう優しくね、いろいろ教えてくれたり、うん、僕がデイジーのことを切っても怒らず怒らず一緒に人狼やってくれたりもして、うん、あそここうすればよかったねとか、なんかアドバイスもしてくれたりして、うん、普通に優しいなと僕は思ってました。嬉しい。あとこの稽古場、うん、でもこう結構最近はもうね、ステージ数も重ねてるんで、うん、例えばね、初めて入ってきた人とこう組み合わせをして、うん、一緒に教えることとか多いじゃないですか。あ、なんかペアになってね、ペアになってね、うん、そういうの多いんですけど、うん、その真摯に教えてるなっていう印象があって、うん、すごい優しいですね、僕の中だから。こう怖いイメージあんまないんですよね。思いのほかいいイメージでした。あと結構デイジーとは考え方が合うとかあって、お、例えば人狼やってる時、うん、思考が合うこと多いなと思ってて、うん、なんかあと説得にちゃんと応じてくれる。僕が人狼だった場合、うんうん、人間だった場合、うん、ちゃんと聞いてくれるっていうのがデイジーの印象ですね、うん、いいところ。いいでしょ。いいことばっかり言われた。いいんですよ。なんかもっといろいろね、嫌なところを根掘り葉掘りとか言うから。いやだから聞いていきたいなっていうことですね、掘り葉掘りっていうの。今からね。そう、うんうん、逆に、うん、デイジーさんから見て、うん、まあ、ウォルターのイメージ聞いていこうかなっていう。ウォルターね、はい、なんだろうな、なんかでも見てる人も、はい、多分ね、お気づきかもしれないけど、ウォルターも割とさ、こう善人じゃん。善人ですね。こう争い事が嫌いな、嫌いなタイプです。そうそうそう、なんかもうそのイメージが強い、はい、おう、そうです。なんかまあね、見た目はこのまんまだし見た感じのね、ちょっと濃い感じの、はい、イケメンな路線の見た目だけど、はい、こうなんか結構さ、ウォルターの見た目でさ、はい、生きていたらさ、はい、ちょっとぐらい性格がさ、はい、ひね曲がる、違う、ひねくれる、うん、でもおかしくないじゃん、わかんないけど、世間的に、はい、でもなんか基本平和主義だからさ、そうね、もう人といかに争わないで生きてきたんだろうなっていう。そうなんですよ、だから人狼ゲーム向いてない向いてない、基本的に向いてないのよ。そうなんだよ。騙さなきゃいけないじゃないですか。そう人狼ゲーム、あ、そう、そういうことでもね、聞きたいんですけれども、うん、やっぱデイジーもそういうタイプだと思うんで、うん、最初、うん、要はこの TLPT に参加して、うん、どうだったのかってこと、人狼ゲームをやってみて、うん、どういう印象だったのかっていう、人狼ゲームの、そう、自体なんだろう、なんかでも私基本的にこうゲームは好きだから、うん、ああ、なるほど。そうそう、だからこう、なんだ、あとは一緒にやったメンバーも、うんうん、そんなにこう怖い人誰もいなかったし、みんなこう一緒にゼロからスタートみたいな感じだったから、はいはいはい、なんかね、怖い思いもしなかったし、じゃあ楽しかった。印象としてはプラスだったんだ。うん、全然普通に最初から楽しくて、俺もう最初やった時頭痛くてそうだよね、わかんない。ゲーム稽古3回とかやった時に、うん、もう頭痛くて最後なんか何も考えられなくなってもうショーとしてもう無理って思った思い出があります、うん、最初どれだ、ケンケン来たの。ミッションです。ミッションか、うん、初演のミッション、初演のミッション、まあ、1周年過ぎて、うん、ちょっとして年末年始公演っていうやつ、ミッションデビューね、うん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 、そうだ、なんかミッションデビューの人たちの、うん、こう私帰ってきたんだぞみたいな、はいはい、稽古場見学に行った気がする。ああ、鍛えたかも。したよね、うんうんうん、で、なんかこう一緒にゲームをやって練習しようみたいな、うんうんうん、あったかもしれない。やった気がする。
確かにウォルターその時はそれほど印象になかった。いやないと思いますよ、そんな無理だもんだってそうだよね、やっぱ難しいよ、うん、デイジーはそのどういう経緯で TLPT に参加したんですか。 TLPT はね、なんか、まあ、結構オラクル関連のでいろいろ言ってるんだけど、うん、まあ、一言で言ったら、うん、なんていうの、紹介紹介、うん、なんか、ま、桜庭さんのお知り合いの方が、うん、共通の知り合いがいて、はいはい、その人がこの桜庭真菜さんって方がプロデュースしてこの人狼ゲームと芝居を融合した作品を作るみたいで、うん、こうキャストをね募集してた時で、どうですかって言われて、こう興味があったらプロフィール送ってくださいみたいに言われたから、はいはいはい、でなんかその前にね真菜さんにお会いしたことは実はあって、うん、面識があったから、うんうん、あの桜庭さんかと思って、あなるほどね、そうそうそう、じゃあ結構すんなりというか、うん、あの自分としては受け入れて、うん、参加しようかなみたいな、楽しそうだし、あでそれまでは何やってたんですかデイジー。それまではね、あ活動的に、活動的にもなんか映像作品とか、うーん、まあ女優としてうん、なんか活動してる、なんだろう、ざっくり言ったら役者っていうよりも、うん、こう大まかな分類でタレントみたいな、うん、あみたいな活動してた、うん、そう、それこそね、ウォルターがやってるさスチールのお仕事とかもやってたし、はいろんなところにさロケ行って、なるほどね、そうそう、写真撮ったりとか、はいはいはい、そうね、CM やってたわけね、やってて、なんか舞台をほぼ、うん、ほとんどやらないで生きてきたんだ、来てたんだ、そうそうそう、活動的に、はい、でなんか出ててもその知り合いがやってる団体の劇団の公演にちょっと出させてもらうみたいな、うん、なるほどね、なんか2回ぐらいあったぐらいで、へえ、だからそれもね、最初に TLPT の面接した時にお話しして、うんうん、もう舞台経験は本当にないんで、その舞台役者さんと一緒にこうねやれるかどうかもさちょっと不安あるじゃん、そうだよね、そうだから一応ね全部包み隠さずいいんですかって言ったの、そうそうそう、でもなんか一緒に稽古するから大丈夫みたいな感じで、ああで言われて、うん、へえ、最初それこそパンジーとね、うんうん、一緒にダブルでダブルキャストね、そうそうそう、やってたから、やらせてもらってて、もうパンちゃんとさ帰りとか行きとか帰りに、うんうん、いろいろ話して、うん、役のこととか、もう初演の時はさ、うん、あれでしょ、全然稽古はなかったんでしょ、そうだからもう、4日か5日だっけ、そうなのよ、あのなんだ、オープニングを作る稽古と、うん、はい、それをまあ練習する稽古はもちろんあるとして、うん、その前にゲーム稽古、うん、今でこそこう定着した名前だけど、そうね、そうね、そうね、ゲームを習得する稽古があって、うんうん、それが最初1日しかなかったの、うん、で小玉さんがね、はいはい、ゲームアドバイザー、ね、来てくれて、はい、この人狼ゲームを教えてくれる先生ですみたいな感じで、はい、説明、ゲームの説明から入る、みんなで実際にゲームをやってみて、うん、こうした方がいいみたいなことをアドバイスもらい、うんうん、もうみんなルールを把握するっていう結果とりあえずね、そう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 だよね、役職とかもあるしがあって、でその時にクリスとかはやったことあったから、うん、もうルールとか知ってて、はいはいはい、私とかさもうドリスとか初めてだったから、うん、人狼ゲームってこうやるんだみたいな覚えてて、でもなんかそのまま舞台に立つっていうのが、うん、やっぱり小玉さん的にも不安だったみたいで、そうだよね、もう真菜さんに言ってくれて、もう一日稽古を増やしてくれて、追加しましょう、そうそう、でゲーム稽古結果2日やりましたね、うん、そうなんだね、え、初演の時のその思い出というか印象とかあるんですか、その最初こうだったみたいな、うーん、なんだろう、最初なんかやってみて結局楽しかったの、たあ結論は楽しかった、結論は楽しかった、結論は楽しかったんだけど、うん、こう今でこそさ、うん、なんだろう、こうゲームを把握してるからお芝居ができるじゃん、なるほど、なるほどね、関係性とか、はいはいはい、今はね、そう、でもその時はもうゲームをちゃんと進行することにいっぱいいっぱいすぎて、あこのね、なんだろう、そうだよね、そうそうそう、こうやっちゃいけないこととか、うん、こうしなきゃっていうことがいっぱいあるから、 それを追っちゃうってことね、そうそう、だからもうほんとルーキーの人たちの気持ちが分かるんだけど、いや、ほんとそうだよね、そう、もうお芝居に使う脳みそが足りないわけですよ、そう、ね、そうそうそう、そうね、だからこうね、遺言とかさ、こう疑われた時にどうやって反論するのかとか、はいはい、こうないから、うん、思考に、うん、もう疑われたらさ、もう私自分じゃないですか、私違うのって言うしかない、私自分じゃないのって言うしかないし、語るっていう概念もないから、あ、まあね、嘘ついて能力者って言ってんだよって教えてもらったものの、まあ、いざさ嘘つけて、なかなかね難しいよね、そう、難しくて、だから結局そういう感じで公演が終わっちゃったから、うん、なんだろう、なんかこう楽しかったけどやりきったみたいな感じはやっぱなかったです、まあ、正直、そうだよね、うん、でも
なんかこうお客さんの反応はとてもよくって、こう見に来てくれた人がね、リピートしてくれたりとか、まあ面白かったって、まあ、これは噂で聞いた話ですけど、そのね、最初は全然入ってなかったお客さんが、こう選手力に行くにつれてこう増えてって、口コミとかで、最後はなんかいっぱいになったっていう。そうなんですよ、もう感動しました、ね、増えてって。それは面白い、立ち上げの時にね、それ参加できると面白いことですね。そうね、特権だなって今になって思うと、なんかいつ頃から自分はちょっと人狼ゲームが分かったみたいな、理解したみたいなのあるんですか。強くなったっていわゆる、言われる時期みたいなのある、ね、そのプレビュー声の後にさ、ベータっていう宇宙の、ね、やったじゃないですか、まあ、あれの後の村、リューク世代、リューク世代、そうそうそう、人たちが来た村で、こう私も読んでいただいて、こうやっぱね、そのプレビューの記憶がさ、あるから、でそのベータ声も実は1回だけゲストで出させてもらったのね。あ、出てた、はいはい、そう。でもその時人狼引いて、あら、1回で、そう、たった1回で何もできなくて、結果そのまま処刑されちゃって、でなんかもうそこまでの記憶でさ、あ、もうやばいなっていう危機感を感じるわけじゃん、人狼ゲームもっと上手くならなきゃって思って、その次のリュック世代の村に呼んでもらって、ゲームをね、もうとにかく動画見たりとか、もうネットで調べて、自分で、そう、調べて、まあ、でも調べただけだから、そんなにさ、こう分からないけど、実際にはね、やってないから、そう、でもなんかこうルールとか雰囲気とかをこう頭に入れてって稽古に行って、こう実際にさ、みんなでゲームをやってみましょうみたいな、やった時にこう思い描いてたようにできて、おお、結構覚醒早くない？ そしたらは、だって早いのかな、自分としては、まあ、ちゃんと出たのは次ってことでしょ。そうね、プレビューの、まあ、言ったら次、でもね、私以外のプレビューメンバーはそのベータ公演でこうみんな覚醒してたわけ。ああ、そうなんだ。あの、もう本当鬼のような稽古がいっぱいあったんだって、うん、ああ、そうなんだ。そう、朝から晩まで人狼ゲームみたいな。ああ、きついよね。そうそうそう、もうとにかく人狼ゲームを叩き込むみたいな、で、そんなみんなが頑張ってた姿をやっぱ私は一回行っただけで目の当たりにして、みんななんかすごいなって思った記憶もあるから、だからみんなと一緒にやる立つにはもっと頑張らなきゃと思ってっていうね、そうそうそう、努力のあれがで行ったから、でなんかこう、あ、私人狼ゲームちょっと分かるようになってるって思ってって思ったんだ。そう、そっからかな。こう、ね、え、鬼と呼ばれ出したのいつ頃なんでした？あれ、スチーム2、あ、スチーム2、しかも2の時か、あ、2だったかな、うん、2だった気がする。あ、じゃあまあちょっと後だね、それよりも、あと2年ぐらい後じゃない？そう ね、 ね、あだ名がね、鬼ってあだ名がついたのがその頃。そうかそうか、そうか、女子の中では強いみたいな感じはあったってことか。なんか言ってもらってはいたけど、別になんかその頃って女子がそもそもそんなにいなかったから、女の子のキャストが、人数もね、そうそうそう、だからね。でもまあそっからさ、やっぱこう、自分にやっとついたキャラクターというか、あ、なるほどね、人狼が強いっていうキャラクターをさ、一、つゲットできたから、そうだよね、そう、だからなんかもう私はこのイメージを崩したくないから、人狼をね、強く、ね、もっと強くなっていくしかないって思って、なるほどね、この一個ついたやつをこう突き詰めよう、そう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 、なるほどね、こういう広くやるんじゃなくてね、そう、あ、それはいいことだね、うん、え、それ さらに何かやったの？じゃあ鬼ってついてから、さらにもうゲームをとにかく強くしようと思ったってこと？ゲームはそう、だからそのぐらいにさ、もうアルティメット人狼とかも、その後にね、でき始めたりとかして、いろんなさ、この外の人と人狼をやる機会が、なるほど、それはじゃあ、レイジ的にもいいタイミングではあったんだね。そうだね、その TLPG の中だけじゃなくてさ、要はいつもゲーム慣れしてる人とかと外でもできるっていう機会が、そうそう、なるほどね。やっぱね、こう全然空気も違うし、ね、違うよね、違うよね、進行のスピードも違うしさ、そうそう、言いたいことっていうか伝わることも違うよね。そう、伝え方とかも、工夫しないと伝わらなかったり、それはだってどっちも言えることですからみたいな感じもあるじゃん。そう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 、まあまあそうなんだけど、そう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 、君もこれしか言えないしな、そう、あるじゃん。だからすごいね、それも勉強になり、今に至る感じ。なるほどね。だからそれがレイジ寺島エリカをこう築き上げていったと、そう、築き上げていった。なるほどね。で、レイジさん今337ステージだったんです。337、はい、今この収録時点でね、337終わったということで、ちょうど名古屋から帰ってきたばっかり、そうですね、帰ってきたばっかりですね、はい、まあ、どうでした名古屋公演は？ざっくり、ざっくりで結構です。ざっくりですか？ああ、楽しかった楽しかったです、楽しかったです、よかったです。でも1日3公演あったんでしょ？そう、もうね、すごいね、ファンの方とかも、こう体調をね、心配してくれる人が多くて、ちょうどね、そういう時期でしたから、3公演ずつだし、そう、そういう時期だし、でもね、
私とっても元気だったんですよ。いや本当ね、今日も収録のね元気でしょ、めっちゃ元気よみたいな。そう、元気でも猫の話ばっかしてたでしょ。いつももっとさ、終わったらこうズーンってなってるじゃないですか。だいたいこう公演期間が終わると、ねまあ、体調崩したりとか、ね、ちょっと疲れがどっと出ちゃうんだけど、ね、なんか元気だよね。もう名古屋にいる間から元気で。あ、本当に。そう、それいいことだけど、ね、いいこと。何がなんか名古屋が合ってるのかな。あ、逆に。そうそう、肌に合ってるのかな。名古屋前やったのは おととし2年前。2年前か、うん、その時も行ってる。行ってる。その時ね、私喉弱いんですけど、基本的に、うん、この5周年のツアーでさ、回ってた時に、はいはい、そうだ、そうだ、その時は名古屋だ。そう、ちょうどね、もう風邪とかでもないんだけど、喉だけ痛めてしまって、うん、この声が出なくなっちゃって、あら、その前の福岡からだったんだけど、福岡も行って、福岡も翌週とか、そうそうそう、さすがに声が出なくなって、福岡はエスターがピンチヒッターで来てくれて、はいはい、あの時ね、そうそう、もうエスターお願いしますって言って任せて、名古屋までには直しますって言って、うんうんうん、もうそれこそさ、ミュージアムやってたじゃん、やってました、そうそうそう、それでもう安静にして、もうとにかく喉をいたわり続け、こう今ほどね出ないけど、うん、ちょっとね喋るには苦じゃないレベルまで、まあ、まあ一応聞こえるかなみたいな、復活して行った名古屋だったの。なるほど、ちょっとじゃあ雪辱を晴らすみたいな。そうなの、もともとこう前回行った時は体調っていうわけではないけど、こうコンディションも良くなかった。あ、そうね、そうそもそもね、そうそうそう、まあ、今回はそのなんか連続ではなかったし、うん、まあ、それのための稽古をみんなやってたから、うん、そうね、そういう意味では良かったよね、うん、もう元気いっぱいで行って元気いっぱいで帰ってきました。良かった良かった、うん、しかもね、あのまあ、プレイログとかを見ると分かると思うんですけど、うん、奇跡のようなね、公演が結構多かったね、名古屋はね。そう、今まであんまりない流れっていうか、うん、そんなに見たことないよねっていう、レアな回が多い、レアな回多かったよね。みんなね、優しいから神回って言ってくれるんだけど、うん、いや、神回ではないんだよ、ではないレアな回なんだよ。レアな回、まあ、神回ってさ、こうやっぱお互いが拮抗しててさ、うん、そうそうそう、やっぱどこまでどっちが勝つかも最後まで分かんなくて、うん、まあ、どっちが勝っても面白いよねっていうのが神回だと思うんだけど、私もそう思うんだけど、みんな優しいから、うん、あれね、言ってくれるけどね、神回で面白かったって言ってくれる。でも意外と、まあ、お客さんの何、うん、感想とか聞くと、うん、ストレートが面白かったって言うと結構あって、そうなの、なんか今まではさ、なかったじゃん、うん、物足りなさを感じて、そうそうそう、あの、ね、ちょっと演者としても心配になるじゃん、そうそうそう、やっべえこれ3日で終わっちゃったよみたいなさ、人狼とかだったらなおさらね、そうそう、どうすんだよって思うじゃん、ごめんって思うけど、でも意外とね、お客さんにとっては、あ、今日のエンディング鳥肌立ちましたみたいな、うん、狂人の理由が聞いて楽しかったですとか、そう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 、結構来てんだよね、それ意外だよね、うん、意外、こっちからするとね、そうそう、やってる方としてはなんか本当に申し訳ない気持ち、早く終わっちゃって、ごめんねって思うけど、特にラストウルフとかでさ、そうそうそう、もし明日はどうしても俺なんだよなみたいな、うん、どうもあがいても自分、そうそうそう、あ、もうこれ私つらいな、頑張って2択なんだよなみたいな、もう終わっちゃうって思った、そうそうそう、そうね、そうそうそう、意外だよね、楽しんでくれて、まあ、ありがたいことです、うん、だって名古屋にもね来てくれたお客さんがいっぱいいらっしゃいますから、そうなんだよ、で現地でも、ね、まあ、現地というか東京とかでも公演をね見てくれて、うん、放送とか、まあ、全部放送があったからって、ね、そうなの、今回ねこう 全ステージ配信っていう全ステージ配信ってのあったから、そうそうそう、あれですけども、うん、まあ、楽しみにしてくれてるからね、うんうん、楽しかったな、はい、ありがとうございます、はい、じゃない、私が勝つには どのルートをたどればこうなんだろう、勝ちのルートをずっと探しながらやるわけじゃん、自分のゲーム、ね、その時に、まあ、例えば3日目に霊媒使用するとか、この動画は広告収入などは取っていなく、すべてスーパーチャットでのギャランティーとなっています。皆さんのご協力をお願いいたします。今から5分間時間を設けます。面白いと思ったらぜひぜひぜひよろしくお願いします。5分は長いからやっぱり2分にするね。
まもなく締め切りのお時間です。皆さん忘れないですか？大丈夫ですか？面白いと思ったらぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。そして皆さん拡散もぜひぜひお願いしますね。ではまた見てください。またねー。